何か用か。弱肉強食とは言っても憎しみはそう簡単に割り切れるものではない。我らは大賀の里を詫びて詫びきれはしない。虫のいい話であるのは重々承知している。だがどうかこの首一つでご容赦願えないだろうか。戦いの後、今後もリムル様のもとにやり続けたいと伝えたら、俺たちに役職をくださった。私はモノノフ、リムル様の護衛役ですよ。秘書も兼ねてます。悪老は指南役、宗衛は隠密、村に残っているシュナとクロベーにもだ。で、俺は侍大将の座を賜った。軍事を預かる役どころだ。そんなとこについちまった以上、有能な人材を勝手に始末するわけにいかんだろう。リムル様にあだなす存在ならば容赦はしないが、同盟に参加し名手と仰ぐのなら敵ではない。あだなすなど、あの方は我らを救ってくださった。従いこそすれ敵対などありえん。では俺たちは同じ主をいただく仲間だ。せいぜいリムル様の役に立て、それを詫びとして受け取っておこう。不王ゲルドの名に誓って。お前はオークディザスターゲルドの意志を継いでもらうべく、名をゲルドとする。ほほ。どうした？まだ何かあるのか？いくら名前をいただいたところで、私にそのような大役が務まるのか。まあ、いきなりじゃ不安だよな。よし、ゲルド、俺と戦ってみないか？なぜそのような恐れ多いことを？いいからいいから。初めて見た時の鋭い目つきにただならないものを感じていたし、ネームドになって強くなってるはずだぜ。回戦ですね。気を抜かないで。ちょっとだけ本気を見せてやるのだ。ようです。これが俺の力。すぐには効果なんてないだろうけど。要はお前はできるやつだってことさ。オークたちをしっかり導くんだぞ。急にオークの王者になれって言われてもプレッシャーがすごいだろうしな。今ので自信になってくれりゃいいんだが。はっ、この命にかけて。ならばよし。で、次か。10日かけて全てのオークに名前をつけた。俺がスリープモードに入ったのは言うまでもない。ちなみにリザードマンの狩猟にもアビルの名をつけさせてもらった。名前がないと呼びにくいからね。我が輩は死罪であろう。それでいい。そうでなければ示しがつかん。顔を上げい。せめて堂々と死罪を受け入れようぞ。ガビルを破門し追放する。二度とリザードマンを名乗ることは許さぬ。なんだと。即刻追い払うがいい。外の世界を見てこいということか。こんなにも力強い父を相手に我が輩は。忘れ物だ。これは。待ってましたよガビル様。たく待ちくたびれたぜ。時は金なり。
何をしておるのだお前たち。我が輩は波紋になったのだぞ。ガビル様が波紋ならみんな波紋ですよ。しかり、お前らバカだな。しょうがない奴らであるな。わかった、まとめて面倒を見てやろう。我が輩についてくるがいい。ひゅう、さすがだぜ。かっけー。至極当然。せっかくお膳立てしたのに、新しい魔王が生まれへんかったんは痛いんちゃうか。そうだな。しかし面白いものが見れたよ。あのスライム、どうしたものかな。せいぜい頑張ってや。もし協力が必要なら格安で受け渡るわ、魔王クレイマンはん。